アラキリは、諸論教授ことジョルジュ・ベルニエとフランソワ・カバナが1960年に、創刊した、月刊風刺雑誌である。ロゴ、アラキリ、バカで意地悪な新聞挑発的、嘲笑的で時には、ワイな風刺画を多数掲載した、この雑誌は、ラジオテレビ番組制作者、ジャン・クリストフ・アベルティの支援を終え、さらに、買えないなら、盗めというキャッチコピーでプロモーションを行うなど、 何か飛ぶ次をかしたために、かなりの成功を収めることになったが、同時にまた、何度か、発金処分を受け、活動の中断を余儀なくされた。当初は、該当新聞売りが個別に販売するだけだったが、間もなく、スクでも販売されるようになった。ある日、読者から、お前らはバカだ。バカなだけでなく意地悪だという手紙が届いた。荒切りは、即座に、これに応じて、 らきり、バカで意地悪な新聞というロゴを作成した。また、諸論教授は毎回、諸論教授と一緒にバカで意地悪なゲームと題するコーナーを設け、これは、ジャンクリストフ・アベルティのテレビ番組、デレイズンズ・ウェルでも紹介された。らきりは、基本的には、月刊誌だったが、1969年から1970年にかけて、週刊誌としても発行されている。 たびたび発禁処分を受けたため、1970年にシャルリー・エブドとして再出発することになった。フランスはカバナ1950年代にフランスはカバナ、書論教授ことジョルジュ・ベルニエ、そして作家、風刺画家のフレッドはジャンノビによって創刊された月刊誌、ジローを通じて知り合った。当時、この雑誌は、 街頭新聞売りが個別に販売するだけで店頭には置かれていなかった。ジロは1958年にコーデスに改名された。1950年代以末にジャンノビが新近高速で急死し、妻のドニーズノビが経営者に就任したが、カバナとしては米国の風刺雑誌マットに習ってもっと辛辣な風刺を盛り込んだ雑誌を新たに立ち上げたいと思っていた。 彼はフレッお及び他のアンザイレ連の風刺画からと共にジョルジュ・ベルニエに参加を求めた。というのは当時ジョルジュ・ベルニエが販売責任者であり、アンザイレ連の該当新聞売りの支援を得るためには彼を説得する必要があったからだ。諸論教授ことジョルジュ・ベルニエ、インドシナ戦争に従軍、結核で帰還後ゼロ氏の販売担当として参加。 こうして1960年5月、ベルギーへはアンザイレ連に対してクーデターマガイの行動に出た。諸論通り4番地に仲間の街頭新聞売り全員を集め、今後はアンザイレ連を販売せず、自分のためだけに仕事をするよう求めたのである。この結果、アンザイレ連は購読者を失い、数週間後に在庫を売り尽くすことになった。1960年9月、月刊 あらきりを創刊した。思い起こしまなるものに災いあれと題したフレットの表紙画には赤い背景に切腹侍が描かれている。当初は小さな版で発行数1万部、価格は1.9フラン、街頭新聞売りによる販売のみだった。第3号からやや大版になり、キオスクで販売されるようになった。若い風刺画家が次々と集まり、 1961年4月の第7号からバカで意地悪な新聞というスローガンを使うようになった。1961年と1966年に発禁処分を受け、1967年に再開したものの深刻な経営難に陥り、荒切り社は破産申し立てを行った。ベルニエはこの代わりにスクアール社を設立し、事務所を移転した。 1969年、月刊誌、荒切りを続ける一方で、週刊荒切りへドを創刊した。カバナは、 1> 第1号の社説で、相関の目的を、いち早くニュースを伝えるためであり、このために、さっさと作って、さっさと読む、または、さっさと作った荒切りと解明することすら検討したと説明している。基本的には、キオスクで販売されたが、該当新聞売りが販売することもあった。これは、キオスクでの販売が禁止された後を売り裁く、ためであったと思われる。 価格は1フランに引き下げたため、売り上げを伸ばすことができた。1969年5月に、レブド・アラキリに改名した。1970年に、再び発禁処分を受けた。1970年11月9日に、コロンベレデュー・エグリーズで、フランス第18代大統領シャルル・ド・ゴールが死去した、ことを受けて、11月16日号の見出しを、コロンベで悲劇のダンスパーティー。 犠牲者一人としたからである。これは11月1日にサンドーラン・デュポンのディスコテーク5から7で起こった放火事件に関する新聞の見出しのパロディーであった。これにより、レブド・アラキリはレーモン・マルスラン内省から発禁処分を受けることになった。ただし、内相による発禁処分は翌11月17日で下されていることから、 これ以前から審理が行われていたという見方が強い。実際、これ以前に、ドコール夫人が、孫が荒切りを読んで大笑いしているのを見て、ショックを受け発金を求めたが受理されなかったという経緯もあり、当局が目を光らせていた。また、全面的な発金ではなく、一般大衆の目に触れる場所に置くこと、未成年者に販売することのみが禁止された。風刺画家のフレット、 パリ生まれ、親はギリシャ移民。レブド・アラキリのメンバーらは、新聞の発行を続けるために早くも一週間後には、週刊新聞、シャルリー・エブドを創刊した。実際、スクアール社はすでに、シャルリーという月刊漫画を刊行しており、ボランス期が編集長を務めていた。シャルリーは、ピーナッツの登場人物である。メンバーらは、シャルリーという名前の、 お人よしっぽくて、ちょっとずれていて、ほんのちょっと時代遅れな感じが気に入ったとし、合わせて、シャルルド・ゴールへの言及を含むものだと説明した。一方、月刊誌、荒キりは1986年まで引き続き、発行されていた。アバンギャルドを標榜する、荒キりの寄稿者は、不条理のユーモア、ブラックユーモア、または蒸気を逸したユーモアを特徴とするアンチ、 コンフォーミズムの風刺作家がからであった。広告やゴシップ誌の歪雑なパロディー、嘲笑的でポルノ的な画や写真を掲載することで読者を確保していた。ベルニエは子供向け月刊漫画誌、グロダダで失敗した後、活動を再開したシャルリー・エブドへの参加を求められた。しかし、希望したポストに着くことができなかったので辞退し、週刊、アラキりを創刊したが、 これもまた数週間しか続かず、結局、らきりのタイトルの著作権を、第三者に売却した。ベルニエはまた、シャルリーエ・ブドのタイトルの著作権についても、著作権者は自分であるとして、訴えを起こしていたが、2002年5月、らきり及び、シャルリーエ・ブドのタイトルの著作権は、フランスはカバナに帰属するという判決が言い渡された。ありがとうございます。